はい、えー、皆さんこんにちは鈴木守代チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは脳神経の1回目です、えー、それでは今回の内容です1脳神経とは何でしょうか熱中枢神経ではないんですよといったことを説明します2脳神経の名前の覚え方について説明します 3脳神経の働きの覚え方について説明します4、えー、瞑想神経の働きについて説明します5記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明しますそして最後に、えー、脳神経に関する、えー、国家試験過去問題について解説をしていきます、えー、まず脳神経はとは何ですかといった時にですね,、えー、ね中枢神経とね、えー 勘違いいししてままう人がいます、ねえー。脳神経は脳に出入りする末梢神経ですよねで脳とついているからといって中枢神経ではありませんしね末梢神経というのは、ね、脳に出入りする、えー、脳神経とそれから脊髄に出入りする、えーね、脊髄神経が末梢神経ということになりますでこの図を、ね、見てみましょう右の方に黒い線で書いてあるのが脳と脊髄で 脳と脊髄は中枢神経ですよね。でもその赤い線がね、えー、全部で脳神経、ね、12対、ねえー、脊髄神経31対、ね、線がね引っ張ってありますけれども、えー、それがまあ末梢神経、ね。えー、末梢神経は、えー、末梢神経を今度2つに分けると。 脳神経と脊髄神経だけが末梢神経ということになります、ね、ちなみに中枢神経は脳と脊髄の2つですよねはいそしたらですねどうしても脳神経の方だけはですね名前を覚えなければいけないんですねえっとそこにね左に表があって、ね、脳神経は12種類ありますよ、ね、一般的にはローマ数字で、ね、1から12まで書きますよローマ数字書けますか そして名前は第1脳神経、急神経第2脳神経、視神経第3脳神経が動眼神経第4脳神経、滑車神経第5脳神経、三叉神経第6脳神経、外転神経第7脳神経、顔面神経第8脳神経が内耳神経、別名超神経第9脳神経が絶妊神経第10脳神経が迷走神経 1> 第,1第11脳神経が副神経第12脳神経が舌下神経なんですね、えー、古典的な、ね、覚え方があるので、えーね、知ってる方もいるかもしれませんが、えーね、この言葉を覚えるといいと思いますねこれ2つずつ、ねうんねえー、3つとですね、それからあとは3つずつ2つで全部で12になりますはい「嗅いでみる」 動く滑車の3の外、顔、耳、喉の,の迷う複雑と覚えるのが一般的ですよね「嗅、え、い、ー、でみる」で第1脳神経の嗅神経と第2脳神経の視神経「動く滑車」ので第3脳神経動眼神経と第4脳神経滑車神経3の外で第5脳神経三叉神経と第6脳神経外転神経。 ここから先は3つ,つですね。顔、耳、喉のの、ねえー。第7脳神経、顔面神経。第8脳神経、内耳神経、別名腸神経、ねえー。第9脳神経、絶陰神経。ですよね。顔、耳、下のでもいいんですけれども、ね、その場合には、ね、最後の舌下神経と、ね、どっちかどっちか忘れてしまうので、まあ、この場合、喉と覚えてもいいかもしれません。 迷う腹第10脳神経の瞑想神経第11脳神経副神経第12脳神経舌下神経です、ね、これはもうぜひね言い方を覚えてそしてそれぞれちゃんと1番目から12番目までね全部神経の名前を言えるようにしておきましょう、ね、でも実はもっと大変なことがあってそれはね脳神経の働きを覚えなければいけないんですよね 別の回に神経の分類というのがあって神経を働きと方向で4つに分類することができました体制神経の急進性神経が感覚神経体制神経の遠心性神経が運動神経自律神経の急進性神経が内臓急進性神経そして自律神経の遠心性神経が 交感神経と副交感神経ということです。はい、えーね、別の回にね、また自律神経という回があってですね、そこで脳神経の中には、ね、交感神経はないんですよっていう、ねえー、説明がしてありますね。えー、興味ある方はそちらを、ね、ご覧になってください。つまり、脳神経、ね、の働きは、交感神経を除いた 感覚神経と運動神経と、ね、それから副交感神経と、ね、あとまあ内臓急収性神経もあるんですけども内臓急収性神経はね、えー、あまり重要ではないので、ね、ここでは、ね、運動神経と感覚神経と副交感神経が含まれるか含まれないかの覚え方をやっていきましょうです、ね。 でえーっとね、この表はどういうふうに見るか、ね、見てみましょう第一脳神経、嗅神経なんですけど嗅神経が伝える情報ってね匂いだけなんですよねだから、えー、っと嗅覚だけで嗅、ね、神経には運動神経も副交感神経もないんです、ね、第二脳神経の視神経も視覚だけを伝えるので運動神経や副交感神経はないということになります。 ところが第三脳神経の動眼神経は、ね、動眼というぐらいですから眼球度にかかる運動神経もあるしそれから動向活躍筋を支配する副交感神経もこの動眼神経の中を走っているわけですよね。ねいいですよね。この十二脳神経は名前であってその中にさまざまな働きがあるわけです。ね もうちょっと全部続けていきましょう。第四脳神経、滑車神経は眼球運動の運動神経だけ。第五脳神経の三叉神経は咀嚼筋の運動と、それから顔面の近くを伝える感覚神経がある。第六脳神経の外転神経は眼球運動の運動神経だけです。第七脳神経の顔面神経を見ると、表情筋の運動神経と、 味覚を伝える感覚神経とそれから涙腺や唾液腺に分布して、ね、涙や唾液を出す副交感神経の働きがあると、ね、で第8脳神経は、ねえー、内耳神経ですから、ね、聴覚平行覚を伝えるだけの感覚神経だけ、ね、第9脳神経は演劇運動あ第9脳神経の絶妊神経は 園芸運動に関わる運動神経味覚を伝える感覚神経大気性に分泌する副交感神経、ね、大柔脳神経の瞑想神経あとで詳しくやりますけれども嚥下運動や発生に関わる運動神経と咽頭あたりの知覚を伝える感覚神経と、ね、それから、ね、一番長い副交感神経ですから多くの臓器に分布する副交感神経ということになります。 第脳神経は、ね、首の周りの胸酸二十筋とか僧帽筋の運動神経、えー、第十二脳神経の舌下神経は舌筋の運動神経こういう表覚えの大変ですよね,ねこれ全部覚えなきゃいけないんですかって言ったらですねやっぱり国家試験には、ね、特に大切なものはやっぱり出てるんですよねで、えっと、これもね有名な覚え方があるんですけれどもその覚え方を一番右に書いておきます コツはですね、感覚神経は知覚を伝えているので、これ、感覚神経って言わないで、この覚えるときだけは、知覚神経と言おうということです。で、第一脳神経の嗅神経は感覚神経しかありません、つまり別の言い方すれば、知覚神経しかないから、知と覚える。第二脳神経の視神経も感覚神経、知覚神経しかないから、知と覚えるけれども、 第3脳神経の動眼神経は運動神経と副交感神経があるからこれ、うん、服と覚えます。第4脳神経の滑車神経は運動神経しかないからうんと覚えましょう。第5脳神経の三叉神経を見ると咀嚼筋の運動神経だからうん。それから顔面の知覚を伝える感覚神経、知覚神経だから知。 第6脳神経の外転神経は運動だけだからうん第7脳神経大変ですよね運動神経でうん味覚を伝える感覚神経でちそれから大気腺力潜に行く副交感神経でふで第8脳神経の内耳神経は聴覚平行覚の感覚神経だけなのでこれはち第9脳神経の 絶因神経は遠弦運動の運動神経の運と味覚を伝える、ねえー、知とそれから唾液腺に分布する副交感の服、えー、第十脳神経の瞑想神経は遠弦運動や発生に関わる運と咽頭の知覚を伝える知とそれから多くの臓器に行く副交感神経なので服、ね、で第十一脳神経と第十二脳神経は えー、運動神経しかありませんからそれぞれうんうんということになりますこれをですね2つずつ言いますね12脳神経で偶数ですから2個ずつセットにしていきますそうすると1番2番でチーチーですよね3番と4番でうんふくうんですよねで5番と6番でうんちうんですよね7番と8番でうんち吹くチーですよね 9番と10番が長くて、うんち、ふく、うんち、ふくですよね。で、最後が、うん、うんですよね。つまり、2つずつ言ってるということをちゃんと意識しましょう。ね。そして、これをなるべく早く覚えまんです。ちち、うんふく、うん、うんち、うん、うんち、ふくち、うんち、ふく、うん、うん。もう一度行きますよ。ちち、うんふく、うん、うんち、うん、うんち、ふくち、うんち、ふく、うん、うん。と覚えるわけです。ね。そしたら、あとは、 ねえー、これ2個ずついってる神経2つずついってるわけですから先ほど第1番から第12脳神経までね覚えているわけなので、ね、例えば第7脳神経だったらチーチーうんふくうんうんちうんうんちふくだから、ね、あそうか第7脳神経の顔面神経は運動神経もあったし感覚神経もあったし副交感もあったよな あとはそれに合わせて、じゃあ何の運動神経だったかなそうだ、表情筋だ。感覚は何を伝えたかなそうだ、味覚だった。ね、そして副交感はね、まあ大体、ね、顔のあたりは涙腺、大気腺、それから動向、ね。で、瞑想神経だけが全身の内臓に行ってますから、ね、そうだ、ね、涙腺や大気腺だったというふうに思い出せるようにすればいいわけです。ねえー、脳神経の働きは覚えなければいけませんけれども、 覚えるためにはコツがあります、ねえー。なるべく早く言えるようにしましょう。ね、もう一度言いましょう。ちいちうんふくうんうんちうんうんちふくちうんちふくうんふくうん。うんち、うんうんちふくち。ぜひこれで覚えてください、この表を。はいえーっとですね、先ほど、えーね、脳神経には交感神経がないという話をしました。 でえー、今の覚え方で、ね、副交感神経がどこに入っているかというのも覚えることができるんですけれども実は我々の体の中に副交感神経を含んでいる神経はたった5つしかないんですねでそのうちの4つは脳神経です、ねでえっと、脊髄神経の方に副交感神経を含んでいるものもありますかといったらそれが骨盤神経なんですね。 だから副交感神経を含んでる神経の名前は、ね、この5つだけ覚えればいいんですその覚え方は港区プラス骨盤神経です港区っていうのは脳神経の3番7番10番9番を言っているので3番動眼神経7番顔面神経10番瞑想神経9番絶院神経ということになりますねそして骨盤神経 えー、骨盤神経も覚えておいた方がいいですか覚えておいた方がいいですねなぜならば排尿とか排便また別の回で詳しくやりますけれどもその時にも必ずこの骨盤神経の名前は出てきますはいそれではですね迷走、えー、神経ってどんな神経でしょうか迷走神経って多分ですね、えー、学生時代に、えー、一番名前をよく聞いた神経の名前の ではないか名前の一つではないかなというふうに思いますですね。で、えっと迷走神経というのは働きの名前ではありませんね。解剖学的な神経の名前なんです。で、脳神経という末走神経が12対ねあって、さっきね今まで説明してきたように全て名前を覚える必要がありますが、その第十二脳神経が迷走神経という名前なんですよね。 で、学生時代にたくさん聞いたっていうことはその働きが大切だからたくさん聞いたわけです。ね。その働きはきちっと説明できなければいけませんえ先ほど覚えたようにです、ね、うんちふくなわけですよ、ね、で、えっとね、まず運動神経、ね、2番この、ね、スライドの2番からいきますけども、ね、運動神経があるわけですよね。 でえっと、どんな運動に関わっているかというとまず1つは嚥下に関わる筋肉もに、えー、分布していますねだから園芸に関わる運動神経なわけですでさらにですね、えー、瞑想神経にはもっとずっと先に半壊神経という枝があってこの半壊神経は発生に関わる口頭の生体の筋肉に分布して生体を動かしてるんですね。 でこの半壊神経が麻痺してしまうような状態になると、左生というものを起こします、ね。これ、左生と読むんですね。左生とは何かというと、声が枯れるということです。ねえっと、左生ってどんな時に必要なんですか例えばです、ね、食道がんだとか肺がんが半壊神経に浸潤すると、声が枯れてくるわけですよね。それから例えば、うんそうですね、甲状腺の手術なんかをすると、 えー、反対神経を、ね、間違って、ね、少し傷つけてしまったりすることがあるわけです。ね、そんなふうにさまざまな看護と結びついてくるので、えー、瞑想神経の運動神経嚥、ね、下も大切ですし、ね、それから声を出す発声、ね、そしてそのし障害された時の症状の作成も大切ですからこれ、ね、まず運動神経は絶対覚えるということになりますよね。じゃ次は知ですけども ね、これは感覚神経ですよねで感覚神経は咽頭の感覚を伝えています。これもとってもとて大切ですよね、はい、そしたらです、ね、最後は服なんですけども服の前に、ね、本当は、ね、内臓吸収性神経という自律神経の吸収路もあるんですよね。圧重機とか化学重機からの情報を塩髄の循環中枢とか呼吸中枢に伝えるという仕事をしています。 ねえー、と血圧が上昇した、または低下した、体育の pH が上昇した、アルカロー質になってきた、ね、低下した、アシド質になってきた、ね、そういったような情報は、ですね意識には上らないけれども、ねえー、自律神経の急進路である内臓急進性神経、ね、瞑想神経の中を走っていて、これ伝えているわけです。ね、また別の回でですね圧力反射や化学上昇反射の説明をすると思いますけれども、えー、その時に急進路として、 この瞑想神経の内臓、吸収性神経が出てきますので、まあ、そちらで、ね、学んでください。はい、そしてうんち服の最後は服ですよね。副交感神経ですね、えー。瞑想神経は最も長い副交感神経といいます。脳神経なのにね、えー、体幹の方に行って気管支心臓消化管の平滑筋や消化腺に分布してくるということになります。 これもね、また別の自律神経の回でも、ね、説明していますので、そちらでも、ね、説明を聞いてください。ね、で、えー、副交感神経の活動が優位になったとき、ねえー、瞑想神経の活動が優位になると、気管支平滑筋は収縮するので、気管支は、ねえー、縮小します。気管支ので、ね、断面積がね、それから心臓にも分布していって脈が遅くなります、除脈になります。 えー、消化管の平滑筋はです、ね、活動活発にしますね消化管運動が更新します、ねえー、消化液の分泌も更新します,いいです、ねえー、と副交感神経は、ねえー、急速に関わる神経特にリラックスするときに我々の体どうなるかって覚えればいいので、えー、こういったような症状も、ね、こういったようなものも覚えることができますまた別の回でも詳しく やっていますので、自律神経の回も参考にしてください。でえっと、脳神経にえ、えっと、交感神経はないので、ね、当然、迷走神経にも交感神経の働きはありません。ただ、交感神経以外の、ね、4つの働きはすべてあるということが分かりましたね。なので、迷走神経という大重脳神経はとても重要な神経になるということです。 はい、えー、国家試験にはですね確実に合格する学習方法があります、えー、このチャンネルではそれを LTD 議論を通した学習ですよと教えています、えー、この LTD は記憶の三原則に非常に有効な学習方法で記憶の三原則とは理解して覚える記名、えー、短期記憶を長期記憶に変えて忘れなくなる保存、えー、思い出すことができる早期のことです よく医療従事者は一生勉強ですねと言われますけれども実はこの記憶の三原則を繰り返しているだけです。医学は新しい知識を、ね、理解して覚える必要があります。つまり記名する必要があるんですがその記名した内容は、ね、同僚にこう説明してみます、ねえー。この思い出して説明するということは実は早期の訓練をしていることになるので長期記憶にどん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 保存されていきます。なのでまた新しいことを理解して覚えることができるようになるわけです。 つまりり LTD をずっととと繰り返しているるうことになるわけです。それではですね今回の復習をしてみましょう SNS で今回学んだことを発信してみましょう皆さんは早期の訓練をすることになるので記憶に、ね、保存されて忘れなくなります TwitterInstagramFacebookYouTubeLINE など何でも構いませんあなたの学びでクラスメートもあそうかと記名することができてとっても喜んでくれます その時にはぜひ「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」「ハッシュタグ脳神経1」とつけてくださいそれではチャレンジしてみてください今回の課題としてね、えー、1つ目脳神経の名前のね覚え方を述べてくださいもちろん覚え方を述べてそして脳神経の名前全部言ってください動画系だったらね動画の中で言ってみるのもいいと思います、えー、2つ目がですね脳神経の働きねこれも 覚え方があったと思いますね。動画だったらその覚え方で、こうやって言えばいいんだって言って、こうやって覚えればいいんだっていうふうにね、やってみてください、えーっとね。書くんだったら言葉で書けばいいと思います。ね、はい、えー、3番目、副交感神経、我々の体の中にね、えー、5つの神経しか副交感神経繊維がなかったですよね。その神経の名前をすべて述べてください。それも覚え方がありましたよね。動画系だったらそれも言ってみるといいと思います。 はいえー、最後に瞑想神経の働きを説明しましょう、ね、え瞑想神経にない働きも一つだけありますよねそでも残りのある方も全部説明してみてください、はい、余裕があったらですね、えー、次の国家試験問題を解説してみるのもいいと思います、えっと、脳神経とその機能の組み合わせで正しいのはどれかというのがあります一、ね、番の顔面神経は第7脳神経で ねうんちふくなんだけれども、ね、だから感覚があるかなとつい思ってしまうかもしれませんが、ね、実はその「血は味覚を伝えてるんでしたよねで顔面神経は表情筋の運動神経味覚を伝える感覚神経、ね、そして類線や大気線に行く副交感神経なので一番は違う。 それに対して2番の舌、ね、下神経、ね、最後、ね、第11神経、第12の神経はうんうん。ね、で、舌、え、下、ー、神経は舌の運動で、これ2番が正しいということになります。動、ね眼,えー、眼神経は確かに眼球の、ね、運動にはか,かってますけれども、えー、眼球の外転は、ね、外転神経ということになりますし、ね えー、三叉神経はね運動神経ありますけれども咀嚼筋なので額の芝寄せとは関係がないということになります額の芝寄せは、ねえー、一番のね顔面神経、ね、額には前頭筋という筋表情筋があって表情筋を支配しているのは顔面神経でしたはいその下の問題副交感神経を含む脳神経2つあればこれ簡単ですよね、えー、そうですね港区と言えればいいわけですからね 第三脳神経の動眼神経と、ねえー、第10脳神経の瞑想神経がその、ね、この中には含まれていましたということで答えはすぐに選べますみんなができる問題は国家試験で絶対できないといけないですよねなので今日の、ねえー、話説明もすごく大切な話をしたと思いますはい、えー、国家試験にはですね確実に合格する学習方法があります 今回の学びは皆さんの学習に役に立ったでしょうかもし役に立ったら、ね、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひ国家試験頑張ってください。